はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。浜大様、勘太郎様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と、河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。衆院補選東京15区状況について産経毎日、立憲ややリード、維新と飯山あかり候補が追う、3番手、読売新聞、立憲、維新、須藤元気、乙武の順、読売、飯山あかり候補を無視し名前すら書かずと、これ玉上さんが都知事選出た時もこんなありさまでありました。あの時は増添と宇都宮健児と、あと誰だっけな、誰が出たんだよな、そればっかり取り上げてさ、世論です。改めて新聞の存在価値のなさを思い知る。全メディアで坂井候補やや優勢と出てます。後半の追い上げに期待します。産経と毎日は3番手に書かれてたけど、実際どうなの。読売はもう中道左派ですらなくなりました。読売も願望を記事にするようになるとは。これで飯山候補が当選したらどう報道する気なんだろう。無視したい存在なんだろうね。読売お前もか。読売も赤旗と変わらんな。組合員2万7000人を誇るですね、新聞労連、ホームページ見ましたけれども、支持政党が見当たりませんでした。私が見つけられなかっただけかもしれないですけど、民放労連はですね、ホームページで立憲支持を明言しております。新聞が民放の親会社なんで、まあ、読売、日テレ、朝日、テレ朝、毎日、TBS、日経、テレ東、産経、富士みたいに全部新聞とくっついてますんで、まあ言ってないだけで、立憲支持なんですかね。子会社がみんな立憲支持っつってんだから、親会社が全く別なとこ支持してるわけじゃないのね。産経毎日ですら飯山さん3番手と報道してんのに、これで当選とかね、辞典になったら読売はどう言い訳すんだろうね。皆さんその時に備えてですね、報道しなかったくせに読売の目は節穴か、調査能力ないやんかと突する準備しといてください。よろしくお願いします。昨年の新聞販売店倒産は39事業所前年度比プラス 56%、 1.5 倍で過去最多。一昨年からですね、昨年にかけての部数減少も過去最多らしいから、これはしゃあないですね。売るものが減ってんだから、売れなくなってっから、まあ売るとこも、倒産しちゃうのはしゃあないですね。世論です。まあ時代ですよ。嘘つきすぎだからしゃあないね。撮ってた頃は毎日ゴミが溜まっていくのが嫌だった。新聞社は補助金出して販売店を救うべき話なんだが、映像が瞬時で届く時代に紙媒体はいらんよな。テレビや新聞は洗脳コンテンツやからね。下から読んでも新聞紙なのにどうして、関係ないな、それな。逆になぜ倒産しないと思う。テレビも頼むわ。たまに新聞業界の情報をくれる読売新聞販売店の息子さんの〇〇ちゃんとこ大丈夫だろうか。新聞社は潰れればいいと思ってるが、販売店は押し紙買わされる被害者なんで気の毒ですよね。広告費をネットが奪うまではですね、まあ、余計な部数買ってますね。チラシの折り込み手数料で割にあったそうだが、それも今は昔であります。それにしても読売が飯山あかり候補を無視して名前すら出さない、書かないっていう、新聞テレビぐらいだよね。自分の商品情報っていう自分の商品を自分で価値を低下させる、毀損する。だって家電メーカーはさ、出来上がった家電さ壊して出荷しないよね。傷つけて出荷しないよね。自動車だってなんだってなるべくいいもの作って世間に出したいって思うよね。なあ、メディアだけですよ、こんな特殊で異常な、自分で自分の商品を傷つける、毀損する業界って、本当異常だよな。衆院補選東京15区、冒頭候補と代表、冒頭代表が他陣営に対して
凱旋妨害していることが国会に登場。岸田総理、一般論だが対策が必要。各党各会派で議論すべき課題と認識。答えてんだか答えてないんだか、よくわかんない答弁ですね。何言ってんだろう。竹下総理のですね、言語明瞭、意味不明瞭を見習ってんだろうか。世論です。安倍総理の時はだんまりだったくせに。安倍総理の演説妨害をテレビと野党は全力擁護してたやん。あのうるさい選挙カーって必要か。もうネットで政策を訴えるだけでいいだろう。落選運動は合法で逮捕されない。選挙カーの騒音も何とかして、屋内の会場とテレビとネット配信で演説すればいいよ。中国に自民は候補立ててないんで、何もせんだろうな。まあ、人ごとで。国民民主が問題提起したそうなんですけれども、安倍総理、あんな人たちに負けるわけにいかない。これ秋葉原で凱旋やった時に、妨害が来て、ギャー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 、妨害してね。それを指さして安倍総理がこう言ったんですけれども、テレビ、野党、あんな人たちとはなんだ、ギャオーン。自分らがやられると、光の速さで手のひら返しね。選挙カーの大音量が迷惑。路上凱旋って必要かって意見多かったんですけど、テレビとネットだけにしろ、65歳以上人口が 29.1%、有権者の割合だと4割、ひょっとしたら5割の現状だと厳しいでしょうね、これね。ネットとテレビだけっていうのね。だって事故は今のやり方で権力を得てるんだから、それをおいそれと変えないと考える方が自然であります。一般論だが対策が必要。これ何言ってるか全然わかんないですね。これまさか総理自身はこれが何を指すか理解してるんでしょうね、自分ではね。わけもわからず喋ってるとしか思えないんだよな、私には。現状はですね、冒頭の妨害も候補と代表しか動いてないから、全陣営の全凱旋を妨害するのは不可能ですね。これね、金に明かして10チームぐらい作らせて、1チーム必ず張り付かせてなんていうと、全陣営の全活動を妨害できますけれども、まあ現状は一つしか動いてない。妨害が嫌ならですね、告知なしで凱旋っていうのが平和でおすすめであります。告知するとですね、選挙区の有権者だけじゃなく他県からも来る方で聴衆が増えてですね、おお行けそうって誤解しちゃうっていう、あれがありますね。もちろんですね、四方八方から駆けつけた大勢で盛り上がるのもですね、勢いを示すっていう意味では全然悪くないですけどね。自民党なんかの大きな政党の凱旋はですね、選挙活動頑張ってます支持者アピールという側面も大きいと聞いております。関西電力、23日に高浜4号を再稼働すると発表。東日本大震災から初めて保有する7基の原発すべてが稼働することに、全稼働。時事通信がそれを悔しそうに報道と。世論です。電気代下がるのがいいな、夏に電気代下がりそうやん、やったぜ。原発全停止している関東、東北、北海道は電気代バカ高い。たかが電気とか言ってた連中は電気使わず生活しろ。ついでに自然環境を破壊している太陽光パネルを撤去しろ。関西でよかったわ、電気代安定してるし、今年の夏もガンガン冷房使うで。おせえよ、東電も早くしろ。いいね、ガンガン稼働させて電気代下げるべきだわ。いいよな、関西電力。アンペア縛りもないんだろ。アンペア縛りって何すか。知らないだけで縛られてんの都民は。太陽光も環境破壊ひどいってバレたし、結局今んとこ原発が一番だな。これは太陽光パネル周辺部品を作って儲けてる日本端子を保有する河野一族。ちなみだニュース。河野太郎、再エネタスクフォースに中国のスパイを潜り込ませたことが無駄になってしもうた。願わくば関西電力が精一杯値下げしてもらってですね、他の地域と比較してほしいんですよね。段違いぐらい他の地域と料金、低くしてほしいんですよね。原発でこんなに安くなるんですよってアピールできるぐらい。反原発パヨに電気代が高いっていう実害があることを思い知らせてほしいんですよ。もしくはですね、あなたは原発に賛成ですか反対ですかつって、反対って言ったやつから電気代2倍にするとかね。
そのぐらいしてもらいたいんですよね。自称アイヌ、我々には研究されない権利がある。何言ってかわかんない。自称を信じて調べんなってことなんでしょうか。調べられると困ることでもあるんでしょうか。世論です。知られると困ることでもあるんか。調べるなって本当に言ってるよ。もはや意味がわからん。聖域作るなよ。研究されると都合が悪いって。やっぱり私たちがどこから来たか調べることは許さないってこと。どうやら都合が悪いよな。実は俺もアイヌだぜ。アイヌのことは認めない権利もあるな。まあ調べなくてもバレてるんですけどね。公金使われてるのに調べるなってどういうこと。ドイツでも似たような話なんですけど、それで言うとツベの AI が反応してしまうんで割愛します。ピピンとで審査が遅くなるっていう。研究されない権利、初めて聞いた権利だ。そんなのあったんだ。法務省の天下り先のアイヌ協会に税金が入ってんだから、調べるなはないわな。調べるわな。黙って金出せってことですか。この人ら、自分がものすごいおかしいこと言ってる自覚もないんでしょうね。69歳女性だそうですけど、これ言ったの自称アイヌの。そしてそれをそのまま報道する東京新聞と。北海道の話なのに、わざわざ出しゃばって東京新聞が報道するって一体何なんだろうね。自称アイヌが真実なら、どうぞ調べて早くってなるのが普通ですよね。全然やましくないんだったら、早く調べて確定してくださいみたいな、認定してください。頼まれてもないのに怪しまれるようなことを言っちゃって、河野太郎と一緒で黙ってらんないんだな。そんなんだから仲間増やせず絶滅寸前なんじゃないですかね。今日の単身、吉村大阪府知事、万博は国家事業、赤字になっても大阪は補填しない。国家事業だったんだ。なら納税者全員の金が入ってんの？俺の金も。私すごく嫌なんですけど。中国の自称慰安婦の自称遺族18人が日本政府に1人当たり4270万円の賠償を求め訴状を提出。9億円弱になったから、中国国内での同様の提訴は初と。山西省っていうものかな、これの裁判所が訴状を受理するかどうかが焦点だそうなんですけれども、日本国内で自称中国人慰安婦が日本の裁判所に訴えた事例ではですね、1972年日中共同宣言、両国間の問題はすべて解決済みに基づき原告が敗訴と。中国の裁判所がずうずうしい原告勝たせても、韓国の事例同様にですね、すべて解決済みで突っぱねればいいですね。日中共同宣言で宣言してんじゃんって言ってね、下手に応じればですね、5億人が俺も私も慰安婦遺族って言い出して金くれ金くれ言ってくからね。イナゴのように。ドイツ警察、中国のためにスパイ活動をしていたドイツ人男女3名を逮捕。いいなドイツはな、スパイが逮捕できて。同じ敗戦国で何が違ってしまったんだろう。スパイ防止法あれば河野太郎はとっくに逮捕されてんじゃねえのこいつね。スパイ丸出しだもんね。なんだかなんて言ってると追加で訴えられちゃうかもしれないなっていう話なんですけど、というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。